ではす。ですね、今日は違った角度からお送りしてるんですけども、コメントでですね、私服を紹介してくださいみたいな、リクエストをいただきましたので、まあ僕のクローゼットの中をね、こう見せようかなと思ってるんですけど、これが僕のクローゼットですね。うん、これがず、まあ僕の持ってる洋服のほぼですね。まあもう少し T シャツとかあるんですけど、まあほとんどここですと。で、まあ今日はね、全部を紹介しきれないんで、何個かね、ピックアップして、お伝えしようかなと思ってます。ね、はい。で、まず、そもそも僕は、好きなブランドの服ばっかりをこう集める癖があるんで、多分、紹介する服は全部僕の好きなカラーというブランドの服です。はい、それだけ先に言っておきます。はい、じゃあまず一つこのコートですね。うん、これはですね、去年の秋冬のものですかね。コレクションを見てもうこれを買うって決めていったものです。はい、で何がこう特徴かっていうとですね、ちょっと来て、これわかりますか、レオパード柄がこう、なんていうんですか、これ表面に緑色の違う素材で、こうなんていうの、こうフロッキーっていうんかな、ね、こういう加工が施されてるんですよ、裾に。で、ちなみにこのシーズンのテーマが、ゴミついてる、装飾系のロックスターというような、テーマでして、まあちょっとロックっぽいような雰囲気なんだけど、全面じゃなくて裾だけこう緑の、ネイビー地にグリーンのこういうのが入ってるっていうのが、もうこれは僕はコレクションで見て、まあこれ一目惚れして絶対買うっつって決めて買ったものです。はい、これお気に入り、これお気に入り。もう一個がこれですね、これいつだっかな、一昨年かな、一昨年のあのシーズンのものですね。これもね、超カラーっぽい、カラーっぽいあのアイテムかなと思ってて、まあまずここの素材感ね、ちょっと言って、まあこういうあの起毛感があるというか、ボアじゃないんだけど、なんていうかな、まあ毛皮でもなくて、まあちょっと面白い素材感を作ってて、でこの裾にこういったあの別素材での切り返しをつけてるっていうような、まあコートですね。これもね、僕お気に入りで結構着てましたし、着てます、当時買った当時とかで。まあノーカラーっていうのもね、一個ポイントで、こうなんていうかね、結構絶妙な感じがして、こういうノーカラーで、カラーがないことによって、カラーってまあ襟ね、襟がないことによって、まあ絶妙、引き算をされてるんですけど、他のところでこう足し算が上手にされてるかなと。僕これも結構一目惚れで買っちゃいましたね、ボンと。はい、で次がね、これかな。僕ね、結構セットアップが好きなんですよ。セットアップが好きで、結構セットで買うことが多いんですよね。これとかもそうです。これは15SS だったかな、確か。ちょっとスポーツウェアをミックスさせたような素材、これも切り返し、俺結構切り返しが好きで、普通の、まあこれもちょっと見て、わかんないですけど、伝わるかどうかわかんないですけど、光沢があるんですよね、普通のスーツ地じゃなくて、ウールの素材なんですけど、表面に特殊な加工していて、もうこれ半永久的にこのツヤが出るというか、光沢があるような加工を施していると。で、裾にこの、まあ、ちょっとスポーティー感ある、もうちょっと絞れるようになってるようなドローコードがついたジャケットですね。これも僕大好きでね、ルックで見てほんと一目惚れして、買ったというようなものです。で、ダブルっていうのがいいんだよね。ダブルっていうのが俺結構好きで、で、にもかかわらずここのね、襟、ラペルが細いでしょ、カラーの、ジャケットって細いんですよ。ここも好きでね、僕これ着るとまたさらにかっこいいです。今日は着てないですけど、まあ夏物のスーツって感じですね。はい、で、じゃあもう一着くらい、まあこれセットアップを紹介するとですね、これですね、これも15の FW かな、16の FW だったかな。うん、これも一応ジャケットとパンツでセットってなってるんですよね。で、これ着ると、
着るとですね、ちょうどここの、なんて、わかるかな、ここのちょっと赤っぽいラインが入ってるんだけど、このまあなんかスプレーで吹きつけたようなあの柄なんだけど、これがちょうど履くとここで合わさるようになってるんですよね。わかります？この丈のこことここが、パンツのここがちょうどこう重なるようになってて、そこも非常にポイントなんですよ、うん、でこれもちょっと 見てもらったらわかるんですけど、若干ね紐がかかってるような、あすごい触り心地のいい、ずっと触ってたくなるような素材を使ってて、まあなんといってもこれですね、これ多分ニートルパンチかな、わかんないけど、これもコレクションで見て、このまあなんていうんですかね、ネイビー地にこの色で、いやーこれ超かっこいいなと思って、もうあっちこっち行ってね、本店行って、で伊勢丹行って確かあったんだよね、これそんな感じです。あっちこっち行って探して、もう結構売れちゃってね、なくなっちゃったっていう感じで、結構探した思い出があります。でこれもパンツもそうなんだけど、結構細いんだけど、裾がねまた面白い仕掛けがあって、こういう風にねここで絞れるようになってんだよね。だからちょっとなんていうかな、ランニングパンツじゃないけど、そういうようなまあ意味合いのね、ここでパチってやるとちょっと裾が絞れて、こういうところにも、まあ、芸が細かいと非常に、でまあジップのねポケットだったりとか、もうこれもなんかすごい僕が好きな面白い仕掛けがすごいたくさんあるようなパンツ で履くとね、これもすごい細身なんですけど、すごいかっこよく決まるパンツで大好きです。あとまあ今までずっとね、今冬服とかをねまあ紹介してきたんですけど、夏服もちょっと紹介しようかな。まあ、これが僕の思い、記念すべきカラー第1号ですね。カラーの服で最初に買ったのがこれで、僕これ多分2014の SS かな、13の SS かわかんないけどのものなんですけど、これを見てね、うわかっけえと思って、まあここがちょっとナイロンの切り返しになってて、ここにですねまあなんていうかな、ジップがついてるんですよね。これももうなんか超ツボで、僕的にこれはね結構気に入っててずっと履いてます。でこれセットアップなんだよね、一応これがパンツで、ここが同じ生地でしょ、こことここが同じ生地で、まあ一応こうセットアップみたいな感じでこう着れるようになってます。これはねすごい僕気に入ってます。カラーの服を初めて買ったというか第1号ですね、結構思い出深い。なんかもう止まんなくなってくんな紹介し出すとね、紹介し出すと止まんなくなってきちゃうんだけど、これもね俺好きで、超面白い素材作ってん、これちょっと来て、ね、ダンボール素材って言ってカラーでは結構定番なんだけど、こうやるとなんかこうダンボールみたいにちょっとベコベコしてる、こういう特殊な素材を使ってて結構立体感が出るんですよ。これだけでも自立するような、ちょっとほんとダンボールみたいな質感の服で、これもまあ僕セットアップが好きなんで、結構セットアップのパンツと一緒にこう履くと、もうなんていうかな、多分今まで他のブランドでは出せないような服のなんかシルエットというかができて、うん、なんかほんとオリジナリティ溢れる、こうカラーらしい、まあ、カラーリングもそうですけども、切り返しとか非常に芸が細かくて、これも面白いのが中紫なんですよね。こういうとこもねなんか好きで、なんか日本っぽいなっていう、このなんか着物の裏地だけ柄にするとか、そういうの結構日本的だなと僕思うんで、こういうのも好きですね。あとはまあこれもね、これは 17SS なんで、今季のもの、今年の春夏のものなんですけど、これも僕結構気に入ってますね。これもコレクションで見て即決で、あこれ絶対買おうと思って、買ったパンツです。これもね実は本店行って、僕サイズ1なんですよね、パンツ基本的に。でもサイズ1がないとか言って、全国のオンラインのショップとか見て、やっと手に入れたというような、パンツでして、これもねちょっと面白い素材を使ってて、パッと見ねコットンかなっていう質感をしてるんですけど、これコットンじゃなくてポリかな、ポリ100かな。で、ちょっと何ですかね、滑らかなんですよね。ほんと見た感じ、チノパンみたいな。でも、ナイロンで、このまあ、なんといっても鮮やかな、ショッキングピンクというか、
これがね僕的には今年の春夏気分で、でここのラインもねポイントで、このねパッカリングができてるんでしょう。これが本当やっぱカラーらしくて、うん、好きですこれは。履くとまたすごいかっこいいです。いや止まんねえな、止まんねえけどな。まあいいや、そんなとこかな。なんかピックアップするとしたらもうほんとカラーの服だけになっちゃったけど、まあ実際言うとカラー以外にまあこれとかね、これ前紹介したけどゴーシャのね、ゴーシャもまあちょっと持ってて、あとはエトセンス、エトセンスも昔のやつは僕好きだったんでちょっと持ってるっていう感じなんですけど、こんなとこっすかね。うん、本当はね1時間急に僕多分喋り倒せるほど一個一個こう深掘りしていけば話せるくらい、一個一個の洋服に、ストーリーがあるというか、どうやって買ったのかとか、その時どういう心境だったのかとか、これはどういう時に着ていったとかね。俺普通に就活の時とかこのスーツでセットアップしてったりしてたらね、これもカラーだけど、これも懐かしいね。ユニクロの面接行った時俺これで行ったのよ。舐めてるっしょね。それで最終面接でこれ着てって、他の会社ではこれ着てくのやめた方がいいよって言われた思い出があります、これは。とかね、なんかまあいろいろあるんですよ、そういう思い出が一個一個に。本当語ろうと思えばずっと語れるんですけど、まあ時間もね限られてるんで、まあ最後これかな、新作、うん、かなです。またね、なんかなんだろう、これパッと見てどの服のエピソードを知りたいですとか、なんかそういうのあったら全然言っていただければ、ベラ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 また喋りますと。そんな感じです。これ以上やると長くなりそうなので終わります。ではまた。触り心地のいい、ずっと触ってたくなるような素材を使ってて、まあなんといってもこれですね。これ多分ニートルパンチかな、わかんないけど、これもコレクションで見て、このまあなんていうんですかね、ネイビー地にこの色で、いやーこれ超かっこいいなと思って、もうあっちこっち行ってね、本店行って、で伊勢丹行って確かあったんだよねこれ。そんな感じです、あっちこっち行って探して、もう結構売れちゃってね、なくなっちゃったっていう感じで、結構探した思い出があります。でこれもパンツもそうなんだけど、結構細いんだけど、裾がねまた面白い仕掛けがあって、こういう風にねここで絞れるようになってんだよね。だからちょっとなんていうかな、ランニングパンツじゃないけど、そういうようなまあ意味合いのね、ここでパチってやるとちょっと裾が絞れて、こういうところにも、まあ、芸が細かいと非常に。でまあジップのねポケットだったりとか、もうこれもなんかすごい僕が好きな面白い仕掛けがすごいたくさんあるようなパンツ で履くとね、これもすごい細身なんですけど、すごいかっこよく決まるパンツで大好きです。あとまあ今までずっとね、今冬服とかをねまあ紹介してきたんですけど、夏服もちょっと紹介しようかな。まあ、これが僕の思い記念すべきカラー第1号ですね。カラーの服で最初に買ったのがこれで、僕これ多分2014の SS かな、13の SS かわかんないけどのものなんですけど、これを見てね、うわかっけえと思って、まあここがちょっとナイロンの切り返しになってて、ここにですね、まあなんていうかな、ジップがついてるんですよね。これももうなんか超ツボで、僕的にこれはね結構気に入っててずっと履いてます。でこれセットアップなんだよね、一応これがパンツで、ここが同じ生地でしょ、こことここが同じ生地で、まあ一応こうセットアップみたいな感じでこう着れるようになってます。これはねすごい僕気に入ってます。カラーの服を初めて買ったというか第1号ですね、結構思い深い。あーなんかもう止まんなくなってくんな紹介しだすと止まんなくなってきちゃうんだけど、これもね俺好きで、超面白い素材作ってんの、これちょっと来て、ね、ダンボール素材って言ってカラーでは結構定番なんだけど、こうやるとなんかこうダンボールみたいにちょっとベコベコしてる、こういう特殊な素材を使ってて結構立体感が出るんですよ。これだけでも自立するような、ちょっとほんとダンボールみたいな質感の服で、
これもまあ僕セットアップが好きなんで結構セットアップのパンツと一緒にこう履くともうなんていうかな多分今まで他のブランドでは出せないようなようになっててそこも非常にポイントなんですよ、うん、でこれもちょっと 見てもらったら分かるんですけど若干ね紐がかかってるようなすごい触り心地のいいずっと触ってたくなるような素材を使っててまあなんといってもこれですねこれ多分ニードルパンチかな分かんないけどこれもコレクションで見てこのまあなんていうんですかねネイビー地にこの色でいやーこれ超かっこいいなと思ってもうあっちこっち行ってね本店行ってで伊勢丹行って確かあったんだよねこれそんな感じですあっちこっち行って探してもう結構売れちゃってねなくなっちゃったっていう感じで結構探した思い出がありますでこれもパンツもそうなんだけど結構細いんだけど裾がねまた面白い仕掛けがあってこういう風にねここで絞れるようになってんだよねだからちょっとなんていうかなランニングパンツじゃないけどそういうようなまあ意味合いのねここでパチってやるとちょっと裾が絞れてこういうところにも、まあ、芸が細かいと非常にでまあジップのねポケットだったりとかもうこれもなんかすごい僕が好きな面白い仕掛けがすごいたくさんあるようなパンツ で履くとねこれもすごい細身なんですけどすごいかっこよく決まるパンツで大好きですあとまあ今までずっとね今冬服とかをねまあ紹介してきたんですけど夏服もちょっと紹介しようかな、まあ、これが僕の思い記念すべきカラー第1号ですねカラーの服で最初に買ったのがこれで僕これ多分2014の SS かな13の SS か分かんないけどのものなんですけどこれを見てねうわかっけえと思ってまあここがちょっとナイロンの切り返しになっててここにですねまあなんていうかなジップがついてるんですよねこれももうなんか超ツボで僕的にこれはね結構気に入っててずっと履いてますでこれセットアップなんだよね一応これがパンツでここが同じ生地でしょこことここが同じ生地でまあ一応こうセットアップみたいな感じでこう着れるようになってますこれはねすごい僕気に入ってますカラーの服を初めて買ったというか第1号ですね結構思い深いあーなんかもう止まんなくなってくんな紹介しだすと止まんなくなってきちゃうんだけどこれもね俺好きで超面白い素材作ってんこれちょっと来てね、ダンボール素材って言ってカラーでは結構定番なんだけどこうやるとなんかこうダンボールみたいにちょっとベコベコしてるこういう特殊な素材を使ってて結構立体感が出るんですよこれだけでも自立するようなちょっとほんとダンボールみたいな感じがしてこういうノーカラーでカラーがないことによってカラーってまあ襟ね襟がないことによってまあ絶妙引き算をされてるんですけど他のところでこう足し算が上手にされてるかなと僕これも結構一目惚れで買っちゃいましたねボンとはいで次がねこれかな僕ね結構セットアップが好きなんですよセットアップが好きで結構セットで買うことが多いんですよねこれとかもそうですこれは1号 SS だったかな確かちょっとスポーツウェアをミックスさせたような素材これも切り返し俺結構切り返しが好きで普通のまあこれもちょっと見て分かんないですけど伝わるかどうか分かんないですけど光沢があるんですよね普通のスーツ地じゃなくてウールの素材なんですけど表面に特殊な加工していてもうこれ半永久的にこのツヤが出るというか光沢があるような加工を施していると。で裾にこの、まあ、ちょっとスポーティー感ある、まあ、ちょっと絞れるようになってるようなドローコードがついたジャケットですねこれも僕大好きでねルックで見てほんと一目惚れして買ったというようなものですでダブルっていうのがいいんだよねダブルっていうのが俺結構好きででにもかかわらずここのね襟ラペルが細いでしょうカラーの、ジャケットって細いんですよここも好きでね僕これ着るとまたさらにかっこいいです今日は着てないですけど、まあ、夏物のスーツって感じですね、はい、でじゃあもう1着くらい、まあ、これセットアップを紹介するとですねこれですねこれも1号の FW かな16号の FW だったかな、うん、
これも一応あのジャケットとパンツでセットってなってるんですよね。でこれ着るとですね、ちょうどここのなんて分かるかな、このちょっと赤っぽいラインが入ってるんだけど、このまあなんかスプレーで吹きつけたようなあの柄なんだけど、これがちょうど履くとここで合わさるようになってるんですよね。わかります？この丈のこことここが、パンツのここがちょうどこう重なるようになってて、そこも非常にポイントなんですよ、うん、でこれもちょっと見てもらったらわかるんですけど、若干ね紐がかかってるような、すごい触り心地のいい、ずっと触ってたくなるような素材を使ってて、まあなんといってもこれですね、これ多分ニートルパンチかな、わかんないけど、これもコレクションで見て、このまあなんていうんですかね、ネイビー地にこの色で、いやーこれ超かっこいいなと思って、もうあっちこっち行ってね、本店行って、で伊勢丹行って確かあったんだよねこれ、そんな感じです。